ごちそうさまです。今回ですね、やっぱりこの,このチャンネルって、やっぱりクラッシュオブケの実況ということでですね、えー、ま久しぶりに実況らしいことをしてみようかなと思います。えー、っとですね、今回のパーティーはこちらの私がこ声、まあ、なく愛せるといいますか、えー、基本的に上位プレイヤーが基本的にする自己ワイプをやっていきたいと思います。まあ、今回はちょっとですね、ミスってですね、バーバリアンとアーチャーをその援軍処理用に えー、援軍の釣り出し用にしようと思ったんですけれども今回攻める相手がですねえー、まあ私上から4番目を攻めようと思うんですけれどもはいちょっとこう援軍を釣り出すのが非常に難しい形なんですよねもう完全にもうフィールド全体に広がる配置なのでやはり50%取れるのか本当に精一杯そんな状況で戦っていきたいかなと思います。まあ、戦法としましまては 基本的なゴワイプですねやっぱりクラン戦すごい緊張するんでもうこれは負けても勝っても、えーまあ、星2取れ取るように、えー、頑張りたいと思いますでは早速攻撃はいでは行きますまずはゴールを2体投入そしてウィザードですね、えー、サイドカットというかまあ5ワイプなんでねまあ適当にまあアーチャーとかも出しちゃいましょう そして、バーバリン、ババキン。ここら辺で、えー、基本的には、真ん中を主体として戦っていきたいと思います。うー、ちょっとずれたやばいあ、よかったよかった。さあ、そしてですね、もう真ん中にグイグイ入ってもらいたいですね、どんどん。そして、ヒーリングを打ちましょうかね。うん、どこで打つか。うん、ここら辺で打とう。うー、あ、オッケー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 。そして、アイアンフィストもですね、 発動して、やはり中にどんどん食い込んでもらいたい。そしてあとヒーリングが一発ということで、あとはその、あとは10%を取るってことが大事になってるんですけども、やばいっすね。まだ相手のウィザーか残ってます。これはきついか、ちょっとヒーリング打ったんですけども、これはいけますね。いけますね。41%パー、さああとヒーリングで今、えー、そのペッカが一番その、あれですね、体力が一番高い状態ですね。 ここでペッカが破壊して、モーターを破壊しに行く。あ、これはいきました。いや、怖い。いや、怖え、マジ。いや、マジ怖え。あ、ペッカが3体残ってる状態ですね。さす,すがやっぱりペッカレベル2でもすごい、えー、防衛力というかその HP がありますね。ここで、やっぱ隠しテスラに非常に怖いですね。はい、ということで、えー、0秒ということで、えー、ちょっとですね、ちょっと想定外ですね。 ちょっともうちょいパーセント取れたかなと思います。うーん、まあ、範囲というか、まあ、星2取れたんで、やっぱグワイプっていうのは星2を確実に取る方法なんで、ちょっとバネの呪文が、あのー、ちょポジショニングミスりましたね。ちょい下だったら、えー、壁を2枚飛べるという配置にできたんですけども、ちょっと手が震えてました。実際本当に。本当に手震えました。今ワンチャン、やっぱクラン戦めっちゃ緊張しますね。ということで、 ま、今回はフィールド全体に広がるえー。まあ、そのターホル9の相手をですねえ。5。アップで倒すという話でした。ご視聴ありがとうございました。